ウィリアム・ヘンリー・ホワイト、ブリティッシュ・アーキテクト、1838から1896ウィリアム・ヘンリー・ホワイトは、英国人建築家で、長らく王立英国建築家協会事務局長を務めた。トーマス・ロジャー・スミスが、王立英国建築家協会の巡回員と、正会員の推薦人を務めた。ロンドンで建築家修行を積み、20代末に、パリに建築設計事務所を開設。 もっぱら、ドイツ人銀行家シクラーから仕事を得て、彼がノルマンィ地方に所有するシャトーの修復映像に関わった。1860年代後半、ビジー城やマルチンバスト城の増改築工事を行っており、そこに後に、明治政府雇用になるチャールズ・アルフレッド・シャストールド、ボアンビルが助手として働いていた。夫婦戦争勃発と共に、イギリスに戻り、父親の縁で、 インド省カルカッタ管区建築課に就任した。任期中にカルカッタのプレジデンシーカレッジほか多くの公共建築を設計したが、1872年にはイギリスに戻り、ロンドン郊外に新設になった王立インド工学校の建築学試験館となった。傍ら、建築雑誌、ビルダーの編集士官などを務め、1874年に、 王立英国建築家協会事務局次長。1878年からは事務局長を務めた。ボアンビルは明治政府との雇用契約をお駅営するとホワイトの推薦で王立英国建築家協会会員となった。ありがとうございます。